アクセル全開にしてますけど、あ、結構自分の体重の割には加速しますね。こういうデコボコの道は振動がダイレクトに来ます。マイクロモビリティ研究所新人の三梶です。山中です。今日はですね、ちょっとマイクロモビリティの方の購入を検討しておりまして、ちょっと本気で一回試乗をしてですね、選びたいなというふうに思っております。マイクロモビリティを選ぶ基準って人それぞれあると思うんですけども、はいはい、三梶さんが選ぶポイントっていうのはどういったところになりますか？あ、実はこの前モビリティリゾートモテギに行って、移動手段で結構使ってる方が多かったんですよ、はい、でそれを見て、ああ結構これいいなというのがきっかけで、自分よくコンビニに行くんですけど、はい、まあ、2キロぐらいのところなんですね、はい、で車で行くのもちょっと面倒くさいし、歩いて行くのもちょっと距離あるし、はい、そういうので移動手段として一ついいのかなっていうところと、はい、よく自分大型商業施設に行くんですけど、そこでまあちょっと広いんで、はいはい、そのお店からお店からの移動であったりとか、あとやっぱりレジャーですね、こう車で積んでいけるっていうところをちょっとポイントとしたいなというふうに思っております。わかりました。では早速地上の方行ってみましょう。レッツゴー。はい、1店舗目にやってきました。1店舗目はこちら、栃木県足利市にあるカー&サイクル田中さんに来てみました。ではですね、カー&サイクル田中さんの社長、青山社長にですね、一通りちょっと説明をしていただきたいと思います、はい、一番私もびっくりしたのがこの指紋認証のロックですね。鍵をかけた状態でロック解除は登録した指紋認証でロック解除ができます。20人指紋を登録できるそうです。それからロック解除したと同時に電源も自動でオンになります。これは手動でもオンオフは可能です。オンにします。それと何よりもすごいのは重さですね。電池装着状態で20キロを切ってます。折りたたんで電車に持ち込んだり車に積んだりするのがとても楽だと思います。それから身長に合わせて大きさが変えられるというところがとてもいいと思います。ハンドルの高さも変えられます。それから乗り出しがとてもスムーズで、初心者にも簡単に乗っていただけると思います。はい、ではですね GFR02 を借りて試乗したいと思うんですが、皆さんもですね GFR02 に関してはいろいろとご存知かだと思うんですけども、三梶さんがですねこの GFR02 を候補としている理由ですね、そこをちょっと教えていただきたいんですけども。そうですね、まず折りたたみで持ち運びが便利そう、はい、あ、そうですね、はい、っていうところと軽そう、重さがやっぱり軽そうだな、そうですね、はい、っていうところと、あとオプションでモビチェンが付けられる、はい、そうですね、というところを聞いたんで、モビチェンも、ようやく発売になりましたしね、はいはい、なのでそこにちょっと興味を持って一回ちょっと乗ってみたいなというのがあって、はい、っていうところですね、はい、なるほどですね、はいはい、なんか不安な点とかありますか？逆にやっぱり体重が見てもらえれば分かるけど重いので、はい、体重何キロ？今は90ですね。90、うん、いいですね何がいいのかちょっと分からないですけど、はい、身長ちなみに何センチですか？今178ですね。あ、大きいですね、はい、高さも体重も、うん、横も縦も、はいはい、まあ、大きい人が実際ですね、このコンパクトな GFR02 に乗ったらどうなるかと。そうですね、そこはちょっと心配ですね、はい、じゃあその辺も踏まえてですね、試乗して、はい、いろいろと体感していただければなと思いますので、はい、はい、では早速試乗してみましょう。はい、はい、では早速試乗したいと思います。では出発です。行ってきます。うん、あ、今アクセル全開にしてますけど、あ、結構自分の体重の割には結構加速しますね。30キロぐらいまで普通にすぐ出ます。
まあ、ブレーキも効きは悪くないですね。若干振動はきついですけど、まあ許容範囲内でしょうねっていうところですかね。でやっぱりちょっと若干ミラーが見にくいところはありますけど、これは慣れですかね。今で28ぐらいですかね。マックスで28ぐらいな感じです。自分体重90キロぐらいあるんですけど、それでも全く問題はない感じですね。はい、では坂道があるのでちょっと登ってみたいと思います。まずパワーモードでですね、あ、登るね。普通に結構問題なく登りますね。はい、試乗の方ですね、 GFR-02 に乗ってもらいましたが、どうでしたか三日尻さん。そうですね、思ってたよりも自分の体重の割には結構加速もしましたし、はい、きちんとスピードも出ました、はい、最初ミラーちょっと見づらいなと思ったんですけど、これはやっぱり慣れですね、何回か乗るにつれて、はい、結構見えるようになってきたんで、はい、トータル的には非常に自分が思ってたよりもちゃんと走るなっていうのは思いましたね、なるほど、はい、ちょっと気になった点とかってありますか。そうですね、やっぱりちょっと若干振動が、はい、大きいというところと、ブレーキ強くかけすぎちゃうとやっぱりギュッてなってしまうので、ちょっと、そこは、気をつけた方がいいかなっていうところは感じました、はい、あと先ほど坂道ですね、4度ぐらいの傾斜がある坂道を、ちょっとですね乗ってもらったんですけども、はい、そこはどんな感じでしたか。問題なく登りましたね。もっとスピード落ちるのかなっていうのと、あんまり登んないのかなと思ったんですけど、ハイモードは全然問題なかったですね。あ、なるほどですね。三上さん、重いんでシート。シートは正直長時間乗ってるとかなりお尻は痛くなるとは。ああ、なるほど。思いましたね。はい、まあ自転車と同じような感じですよね。まあそれも多分ポジションによるんで慣れだと思います。はい、なるほどですね。はい。わかりました。はい。ではですね、実はもう1店舗、はい、試乗してもらおうかなと思いまして、はい、また別の車両ですね、はいはい、ちょっと試していただきたいと思いますので。わかりました、はい、では次のお店行ってみましょう。はい、では2店舗目にやってきました。2店舗目は群馬県太田市にある MC ファクトリー福士さんにお邪魔しております。はい、はい、で、こちらで試乗する車両はですね、こちらのコスウェルの未来、はい、こちら原付2種タイプになります、はい、あとはヤディアの KS5 Pro、はい、こちら電動キックボードタイプになりますので、こちらの2台に試乗してもらいたいなと思います。はい、三日尻さん、はい、こちらの、未来ですね、はい、こちら原付2種タイプになるんですけども、こちらの候補となるポイント、あとはちょっとここは不安かなっていうポイントあったりしますか。で、自分がポイントに挙げてたその折りたたみっていうところができない車両ではあるんですけど、やっぱりこうフォルムがやっぱりおしゃれだなっていうのと、はい、あと原付2種っていうところなので、はい、どれぐらい違うのかっていうのをちょっとやっぱり乗り比べてみたいなと。あ、そうですね、はい、まあ、結構パワフルそうな感じですね。そうですね、はいはい、こちら KS5 Pro に関してはですね、こちらはもともと電動キックスケーターにやっぱり興味があったんで、はい、まあ、まずやっぱり乗ってみたいなっていうのはありますけど、はい、やっぱりタイヤがやっぱり小さいので。あ、そうですね、はい、安定性とかそういうところどうなのかなっていうのはちょっと今思ってはいますね。なるほど、はい、まあ、そういう点も踏まえてですね、試乗して体感してみていただければと思いますので、そうですね、はい、では早速試乗してみましょう。はい、はい、では、ヤディアの KS5 Pro に、試乗してみたいと思います。では行ってきます。いってらっしゃい。思ったほど安定性がないっていうことはないですね。今踏んでみて、25キロぐらいは出てますね。意外と自分の体重でもスピードは出ますね。
あでもやっぱこういうデコボコの道は振動がダイレクトに来ます。あでも意外とスムーズですねこれ。あこれはいいかもしれない。ちょっとした移動するのには、うん、非常に楽ですね。でこれからちょっと両足を平行にして乗ってみたいと思います。あ自分は両足平行にした方が乗りやすいですね。あこっちの方が結構安定します。で姿勢も結構楽に取れるんで、うん、こっち両足揃えて乗った方が自分は好きです。結構トップスピードに入るまで早いですよねこれ意外と。はい、ではコスウェルのミライン試乗してみたいと思います。はい、では行ってきます。失礼します。あやっぱり原付2種だけあって加速はスムーズですね、うん、GFR とか、KS5 Pro と違ってやっぱりデコボコ道でも、うん、それなりにサスペンションは効いてる感じはしますね。さすがやっぱり原付2種クラスという感じはします。でこのモード1なんですけど30キロまでしか出ないようになってます。だから30キロ制限の道とかそういうところでモード1にしとくとまあ安心かもしれないですね。それほどスピードが出ないようになってるっていう形になってますね、うん、でまあポジション的にも全然やっぱり走りやすいっていうか乗りやすいですね。扱いやすいかもしれないです。はい、ではモードをゼロにして走ってみたいと思います。じゃあ早速行きたいと思います。あまあ普通の自転車と同じ感じですね。時速で14キロ超えましたけど13ぐらい超えるとちょっとペダル軽くなりますね。はい、ということで試乗をしてもらいましたが、はい、実際感想の方ですね聞かせていただきたいなと思います、はい、まずグラフィットの GFR02 です。はい、そうですね、折りたたみもできますしモビチェもやっぱりついてますんで、そこはいいですね。で加速も全然自分の体重の割には全く問題なく走れたんで、はいはい、よかったと思います、はい、ちょっと気になる点とかありますか？そうですね、冬用のグローブをつけて走ったんですけど、はい、走ろうと思ったんですけど、はい、ちょっと自分手が大きいので、うん、ちょっと握りづらかったりとか、ちょっとブレーキに手かけづらかったりっていうちょっと不具合はありました、はい。次はケース5プロですね、はいはい、まあ、私の目的ですね、車プリウスですね、はい、プリウスに積んでいけるようなという形だったんですけど、はい、まあ、それもできますし、はい、思いのほか、はい、やっぱり自分の体重でもスムーズに走りましたし、はい、ね、でちょっと足のポジションをこう横から、はい、こう平行にしてみたんですけど、はい、そちらの方が非常に安定して走れたっていうのがあって、あ、なるほど、うん、これはもう使い勝手すごくいいなというふうに思いました。あ、うん、はい、気になった点とかってありますか？いや、意外とですね、ない。あ、はい、なるほどですね、はいはい、じゃあ、あと未来ですね、はいはい、やっぱり原付2種っていうところだけあって、やっぱり加速もスムーズですし、やっぱ安定性もやっぱり良かったですし、はい、まあ、公道を走るのにはものすごいいいんだろうなっていうふうに思いました。気になるというか、ただ折りたたみができないというところと、はいはい、まあ、重さがあるんで、はい、まあ、私の乗ってるプリウスにはちょっと積むのは難しいのかなっていうところはちょっとありましたね。なるほど、はい、はい、じゃあ以上を踏まえて購入する車両決まりましたか？まだ全部乗れてるわけではないので、はい、もうちょっと乗ってみたいかなっていう気がします。わかりました、はい、じゃあそれはまた来月ですね、はい、実際もう乗ったことない車両もまたあるので、
その車両を実際試乗して、はいはい、じゃあ実際どれを購入するかというのはまた来月動画で撮りましょうか。あ、そうですね。じゃあその時には実際どういう手続きで購入するかという部分もですね、はい、視聴者の方に伝えられるといいかなと、うん、で思いますので、わかりました。はい、実際に、ね、購入するんですよね。あ、購入するんですか。するんですよね。しますね。しますね。はい、はい、してください、はいはい、そのための資料ですから、ね、はい、はいはい。それでは今回の動画が良いと思った方はチャンネル登録高評価をお願いいたします。はい、お願いします。それではまた次回、バイバイ、バイバイ。さあ今日のモビリティ研究所はここまで。マイクロモビリティ研究所はグーバイクの提供でお送りしております。